ようこそ我がラクールホテルへいらっしゃいました。すみません、僕たちは大会登録選手なんですが。武具大会参加バッジをお持ちですね。ではお名前をお願いします。クロード・シー・ケニーです。クロード・シー・ケニー様と。ありました。大会では頑張ってくださいな。ただしここでお泊まりになりますと武具大会終了まで外へ出ることはできなくなりますが、やり残したことはありませんか？ありがとうございます。お客様はルームゲイツをご利用ください。あとは大会当日を待つばかりですわね。ディアスは本当に出場するのかしら。どの街でも見かけなかったけど。時間って待つ身になると長く感じられるものなのね。レナの方がそわそわしていてどうするんだよ。参加するのは僕なんだからさ。そうね、私が落ち着かないのもおかしいわよね。レナ？私がいるとクロード、みんなも落ち着かないでしょ。ちょっと街を散歩してくるだけだから。お前のじいさんの店はどこなんだ？ここです。このうちがおじいちゃんのお店なの。おい、冗談はよせよ。どう見たってただのオンボロ小屋じゃねえか。違うの、本当におじいちゃんのお店なの。大人をからかうのもいい加減にしろよ。俺は大会の武具店を早く決めなきゃならないんでな。どうしよう。どうしたの？何か困ったことでもあったの？お姉ちゃん、誰か大会に参加する人を知りませんか？大会に？おじいちゃんの剣がやっと出来上がったのに、誰もその剣を使って戦ってくれないんです。絶対おじいちゃんの剣は強いのに。お姉ちゃんの仲間で出場する人がいるんだけど、その人に頼んでみようか。本当に？でももうお店決めちゃったんだ。じゃあダメだよ。決めちゃった後は取り消せないんだもん。ごめんなさいね。だったら今からでもあなたのおじいちゃんの剣を使ってくれる選手を探しに行きましょうよ。どこに？選手がたくさんいるところといえばやっぱり酒場しかないでしょ。おじいちゃんはあんな野蛮なところに行くなって言ってたよ。まあお姉ちゃんがついてるから少しは大丈夫よ。おじいちゃんの剣を使ってくれる人が見つかるかな。もちろん。
じゃあ一緒に行く。決定。こら、スフィア、見知らぬ人に迷惑をかけちゃいかんと言っておるじゃろ。かけてないもんね、お姉ちゃん。ええ。すみませんな、幼い孫のわがままに付き合ってもらって。いえ、そんなことありません。あの、立派な剣ですね。ほう、お嬢さんはこれらの剣に興味がおありですか？そんな、私なんか剣には全然素人ですから。素人も苦労とも関係ありませんよ。嬉しいですな、丹精込めて作ったものを褒めていただけるとは。おじいちゃんはね、立派な鍛冶屋さんなんだよ。なのに、どうして看板を出していないんですか？お痛みに数多くの剣は打てませんのでな。それに、わしなんぞより優れた武具を作り出す人間は何人もいる。そんなことないです。もっと自信を持ってください。こんなに素晴らしい剣を打っているじゃないですか。じゃが、この剣で戦おうという者は一人もおらん。やはりわしの腕も衰えたということなのか。おじいさん。これだけ戦士の人たちがいるんだから、一人くらいはお店で登録していない人がいるはずよ。なるべく強そうな人を選ぶんだね。だけど、怖そうな人はやめておきなさい。優しそうな人にするのよ。うん、わかった。スフィアを置いて出るわけにはいかないものね。レナか。ディアス、どうしてここに？別に驚く必要もないだろう。武具大会に出場すると言ったはずだが。紋章の森の事件の時に。そんなこともあったな。まだ少ししか経っていないわよ。それを忘れちゃったんなら、ディアスはよっぽどのおじいさんね。そんなことより、レナ、お前の方はまた喧嘩でもしたのか？女の子が一人で飲みに来る場所じゃないぞ。違うわよ。
スフィアのおじいさんの打った剣で大会に出場してくれる選手を探しているだけで。剣だと？いやあ！おいおい、このガキいい加減にしねえと叩き切るぞ。俺たちの剣の腕が大したことないなんてふざけたこと抜かすんじゃねえよ。おじいちゃんの剣をバカにするからだい。そんな、なボケじいさんの作った剣なんかろくすっぽ切れやしねえんだよ。それは試してみないとわからないだろう。誰だ貴様。ラクールの剣は確かに秀逸だ。優れた一品をラクール・オブ・ラクールと呼び称えるだけのことはある。へん、あんたもそう思ってるんじゃねえか。だが長い間その名声に浸りすぎたな。最近の剣の出来は悪く、刃の輝きは曇るばかりだ。なんだと？俺は全ての武具店を見て回ったが、目を止めた武具は一つもなかった。ディアスはまだ武具店の登録をしていなかったの？なんで、貴様に剣を見定める目がないだけの話じゃねえか。それは大会当日になればわかるさ。お前の剣では俺には勝てまい。へん、そこまで言うなら決着は監修が見ている中でやろうじゃねえか。楽しみにしていよ。レナ、お前たちも行くぞ。まったく、酒場で酔っている戦士に喧嘩を吹っかけるバカがあるか。バカじゃないもん。おい、さっきお前のじいさんの剣がどうとか言っていたが、剣があるのか？ギャムジーおじいちゃんの剣は誰にも負けない名剣だよ。ギャムジー、どうしたの？ディアス。レナ、お前はこれ以上俺と一緒にいるな。一人でフラフラしてないで仲間のところに帰れ。どうしたの突然？また前みたいにあいつに怒り狂われるのは嫌なんでな。何よそれ。俺はこの子と一緒にそのじいさんのところに行ってみる。お前がいる必要はないだろう。そうかもしれないけど。大会当日にはあいつは参加するのか？クロード？ええ、参加するわよ。伝言だ。必ず決勝戦まで勝ち残れとな。ちょっとディアス。何よ、そうやっていつも自分で勝手に進めてっちゃうんだから。お客様、なんとなくお顔の色が優れませんが。大丈夫です、部屋に戻ればよくなりますから。ディアスと偶然会ったことは誰にもバレなかった。もちろんクロードにも。
それから町でディアスを何気なく探してみたけれど、当日まで会うことはなかった。とうとうラクール武具大会当日がやってきた。街は熱狂に包まれ、興奮する人々に溢れていた。参加する選手たちは続々とラクール城に集まっていた。その中にディアスもいることだろう。そしてクロードは、僕の準備は整ったよ。早速ラクール城に行こうか。クロード、今はまだいろいろ考える必要はないと思うわよ。大丈夫だよ。今日の僕は落ち着いてるから。本当？心配しないで。なんだか今日の僕は優勝さえできそうな気がするんだから。すみません、大会参加者なんですけど。はい、お名前は？クロード・シー・ケニーです。クロードさんですね。ではこちらで一旦全ての武具アイテム類を預かりますので渡してください。ではこちらから参加武具店より預かった武具をお渡しします。大会戦闘中に使用可能なアイテムに関しましては戦闘直前にお渡ししますので、その時に詳しい説明を聞いてください。では大会開始直前まで控え室でおくつろぎください。わかりました。すまないが、まだ俺の武具は届いていないのか？ああ、ディアス・フラックさんですね。すみません、武具店の方から来ていないもので。まだ受付は間に合うのか？ディアスさんの場合は特例ということで試合直前まで締め切りを伸ばしてあります。もしよろしかったら武具店の方に確認に行っていただけませんか？言われなくてもそのつもりだ。ディアス！レナか、何の用だ？おじいさんの武器が、ギャムジーさんの武器が届いてないの？お前には関係のないことだ。関係なくはないわ。あなたにおじいさんの武器を紹介したのは私じゃない。レナ、ディアスに武器を紹介したって一体？大したことじゃない。偶然紹介する形になっただけだ。変なやきもちは焼くな。必
要以上に心配はするな。これは俺の問題だ。ごめんなさい、私ちょっとディアスのところに行ってくるわ。レナ、だってこのままじゃディアスは大会に参加できなくなっちゃうのよ。クロードとだって戦えないじゃない。ディアスの方が大切なら行っちゃえばいいさ。クロード、何よその言い方。ディアスには武器だって紹介したんだろ。優勝してほしいのはどっちなんだよ。クロード、どうしてそんなことを言うの。レナのせいだろ。待って、ディアス。まったく、お前は仲間に誤解されるようなことばかり起こしているな。そんなこと言ったって。まあ、来てしまったものは仕方ないか。時間がない、早めにじいさんを見つけるぞ。どうすればいいの。まずはじいさんの家に行くぞ。レナ、お姉ちゃん。ティアス、お兄ちゃん。スフィア、何があった？話してみろ。あ、おじいちゃんが。ダメよ、ディアス。そんな乱暴な聞き方じゃ。スフィア、私たちはギャムジーさんを助けに来たの。ギャムジーさんはどこ？おじいちゃんと、お城に行こうとしたの。そしたら男の人たちがおじいちゃんの剣を取り上げて。まさかじいさん、その男どもに突っ込んでいったんじゃないだろうな。おじいちゃん、後を追いかけていったけど、後はどうなったかわかんない。まったく、世話を焼かせるじいさんだ。スフィア、ギャムジーさんたちがどこに行ったか見当はつかないの。大会に出場する戦士ならばまだ町の中にいるはずだ。会場にはいなかった。複数でじいさんから剣を奪い、軽く祝杯でもあげているといったところかな。じゃあレナ、きっと酒場だ。なんだお前ら。祝杯をあげていたところ残念だが、剣を返してもらおうか。何のことだ、知らねえな。知らないでは済まされないな。腰に下げている剣は何だ。ちっ、そこまでバレているならしょうがない。早速この剣の切れ味を試すとしようか。油断は禁物よ。邪魔だ。クロスウェイ。この程度か。だけど
どうしてあの人たち。見忘れたか、俺がレナと会った夜にスフィアに絡んでいた連中だ。だってあの時大会で決着をつけようって。どこかで俺の名前を聞いたか。じいさんの昔の名声を聞きつけたんだろう。大会じゃ勝てないと踏んだんだな。そんなの本当のやり方じゃないじゃない。そういうやつもいれば、いつでも真正面から戦おうとするバカなやつもいる。それって誰のこと？さあな。とにかく急がないと大会に遅れる。ギャムジーさんはどこにいるのかしら。さすがにじいさんをひどい目に遭わせることまではしてないだろうが、少し心配だな。ギャムジーさん、酒場にいたの？おお、レナさんにディアスか。すまんの、ディアス。剣をバカな奴らに取られてしまったよ。それなら心配無用だ。すでに剣は取り返してある。何？それは本当か？何かあったら俺が肩をつける。スフィアにはじいさんしかいないんだ。孫を泣かせるな。すまない。ディアス、それじゃまるであなたには誰も泣いてくれる人がいないみたいだわ。俺のために泣くやつなんていないさ。私がいるわよ。俺たちは会場に急がなければならない。じいさんはスフィアを連れてから来い。遅くなってすまない。ディアス・フラッグだ。まだ登録は受け付けているのか。ディアスさんですか。では武具が見つかったんですね。この通り剣だ。刃にギャムジーの銘も刻んである。登録武具店のものと一致します。ディアス選手の出場試合はすぐにも始まりますので、急いで闘技場の方へ行ってください。わかった。遅くなったが、礼を言っておく。一緒に探してくれてありがとう、レナ。ディアス。you
やっと帰ってきましたわね。ごめんなさい。ただいま。もうクロードは戦って一回戦勝っちゃいましたわよ。え、本当？なんてったって第一試合から見せてくれましたわよ。そうだったの。なんだ、第一試合だって知っていたら見てから行ったのにな。いや、レナ、君は僕のことを怒って。あ、ディアスが出てきたわ。第8試合はトーマス・ネルソン選手とディアス・フラッグ選手の対戦だ。出場が危ぶまれたディアス選手も間に合ったようです。さあ、思う存分戦ってください。邪魔だな。タッカークロスウェイブ、タッカークーハザン。やまあまあだな。第8試合の勝者はディアス・フラッグ選手でした。熱い拍手をどうぞ。よかった、ギリギリ間に合ったわ。一体ディアスとのことは何だったんですの？私にはさっぱりわからないのですけど。大したことじゃないのよ。ディアスを出場させないようにって武器をわざと隠していた人たちがいたってだけで。まあ今のところはそれで許すとして、後でたっぷり聞かせていただこうかしら。それで文句ないですわね、クロードも。え、なんでクロードまで。すみません、クロード選手ですか？2回戦が始まりますので控え室の方にお戻りください。は、頑張ってね。負けちゃダメですわよ。あの、負けないでね、見てるから。ああ、ギャムジーさん、ディアスの試合を見に来れたかしら。あれ、正面にいるのはギャムジーさんじゃないかしら。おお、レナさんか。ギャムジーさん、大丈夫ですか？わしの剣が戦っておるんじゃ、見に来ないやつがあるか。ディアスを信じてあげてください。私は別の人を応援しなきゃならないから。そうか、ならばわしがレナさんの分まで応援しよう。ありがとう、ギャムジーさん。
白熱してきた2回戦第1試合はドル・アダン選手とクロード・シーケニー選手の対戦だ。若きクロード選手はどこまで粘れるのか、今年の注目株に期待してみましょう。気をつけ、クーハザン、クーハザン、アタック、クーハザン、クーハザン、クーハザン、これなら満点だな。2回戦第1試合の勝者はクロード・シー・ケニー選手でした。次はいよいよ準決勝、気合い入れて応援してくれよな。キャーッ、どうなってしまいますの、次は準決勝戦ですわよ。すごい、ドキドキしている。私今度の2回戦、ディアスの戦いですわね。そうみたいね。1回戦の戦いを見ても彼はかなりの剣の使い手ですものね。かもしれないわ。あ、ディアスが出てきましたわ。え、さあ2回戦最終試合はアンウィン・ミルワード選手とディアス・フラック選手の対戦だ。今年の最大注目株のディアス選手、対するアンウィン選手もどれだけ見せてくれるのか、乞うご期待。対戦、圧倒的な強さで勝ち進んできたディアス・フラック選手とアンウィン・ミルワード選手の対戦だ。今年の最大注目株のディアス選手、対するアンウィン選手もどんな技を出してくれるのでしょうか。邪魔だな。タワークロスウェイブ、クロスウェイブ、時間の無駄だ。またもやディアス選手が見せてくれました。2回戦最終試合の勝者はディアス・フラック選手です。準決勝ではどんな戦いが繰り広げられるのでしょうか。ますます見逃せません。本当に強いんですわね、ディアスは。このままクロードが勝ち抜けば決勝で当たりますわね。そうしたら私はどっちを応援すればいいんだろう。わからない。でも私はクロードに見ているって言ったんだもの。最後まで見ているわ。レナ、あなた優しくて強いんですのね。準決勝第1試合の勝者はクロード・シー・ケニー選手でした。いよいよ残すあと2試合のみ、最後まで熱い戦いをお見逃しなく。どうしよう、ドキドキするより不安ばかり大きくなってきちゃう。
ずっと見てたわ。本当に決勝戦まで勝ち進んできたのね。僕もなんだか信じられないよ。もうこのまま決勝戦向かって優勝してしまいましょうよ。一つ聞きたいことがあるんだけど。何？ディアスはまだ勝ち残って。さあ、準決勝第2試合、注目の2選手の登場だ。運命の準決勝、運命のカードはこれだ。1回戦から圧倒的な強さで勝ち進んできたディアス・フラック選手と、剛腕の剣士グロンド・ラムロス選手の登場。足手まといにはなるなよ。クロスウェイブ、クロス、クーハザン、クロスウェイブ。準決勝第2試合の勝者が決定しました。ディアス・フラック選手です。勝ち残っていたんだ、ディアス。ええ、彼は危なげもなく相手を倒していましたわよ。僕が見ていても彼はすごく強いってわかるよ。クロード、最初から負けるつもりですの？そうじゃないよ。あんなに強い人だからこそ僕は全力を出して戦いたい、そう思ったんだ。言いますわね。すみません、お待たせしました。決勝戦が始まりますので控え室の方にいらしてください。わかりました。クロードファイトですわよ。
決勝戦は、大会はどうなったんだ。終わっちゃったわ。終わっちゃったって、僕は残念でしたわね。もう少しのところで負けてしまったんですのよ。そうだったんだ。自分が負けた記憶もないのか。ディアス、お前に名前を呼び捨てにされる覚えもないが、まあいいだろう。何の用だよ。一応礼を言っておこうと思ってな。礼？お前は期待以上だった。本気を出したのは久しぶりだ。僕が？だからといって図に乗るな。褒めたわけじゃない。な、レナも甘やかすな。こいつは突き放すくらいでちょうどいいからな。どういうことよディアス。俺はもう行くぞ。話はそれだけだからな。ディアス。なんだ。また会えるか。時が来れば会えるだろう。そろそろ行こうか。大丈夫なの？だいぶ眠っていたのかな。やけに体が軽いけど。それはレナが必死で呪文を使ったせいですわよ。そうなの？うん。ありがとう。じゃあその分も頑張って調査の続きを始めないとな。今度はリンガに行って古文書の解読を依頼しに行かないといけないわね。よし、目指すはリンガだ。その前に準優勝の賞品をもらいに行きましょうよ。え？準優勝でももらえるの？クロード。いやー